人類がアポロ11号で月に第一歩を記したのは1969年昭和44年。この年アポロは9号から12号まで次々に打ち上げられ、ことごとく成功を収めていた。日本は東大紛争安田講堂の攻防戦で幕を開けた。70年安保に向けて日本中が殺気立っていた。アメリカのニクソン大統領は沖縄返還を発表。安保条約改定に布石を打った。巨人軍金田正一が前人未到の400勝を達成したのもこの年。ジャイアンツは日本一を続けていた。明けて1970年大阪で万国博覧会が開幕。その直後日航機淀門が乗っ取られ、犯人は日本を脱出した。そしてアメリカではアポロ13号が打ち上げられた。誰もがクライシスを忘れかけていた時、事故は起きた。宇宙空間を舞台とした人類初の危機を立花隆が検証している。向井千秋さんにも独占インタビュー。これはアポロ13号の3人の宇宙飛行士とその関係者たちの奇跡の物語である。お邪魔します。どうぞ。よろしいですか。また本が増えましたね。まあ商売論ですか。今年は宇宙をめぐる話題が非常に多い年ですね。国産の H2 ロケットの打ち上げも成功しましたし、今ちょうど向井千秋さんがスペースシャトルで宇宙にいらっしゃるんですね。橘さん、向井さんにインタビューされましたね。飛行直前に僕らが会ったのが本当に最後のインタビューだと思うんですけどね。実にあの人僕インタビューしててね、こんな魅力的な人だったかなと思うほどね、もう飛行直前にしてね、なんかもうすごい人間的にできちゃったという感じでね、本当に感心しました。ところで今年は人類が月に降り立って25周年ですよね。私はまだ小学生でおてんばな女の子だったんですが、立花さんは？僕は29ですからね、ちょうどルポライターになって初めての記事が雑誌に出るか出ないかで、ちょうど印刷所でなんかテレビ見てたという記憶がありますね。アポロ11号のことはよく覚えてるんですが、アポロ13号になりますと全く記憶にないんですよね。そうですね。それはだけど日本人ほとんどそうだと思うんですよね。実際僕もちゃんと覚えてなかったもんでね、当時の新聞こう引っ張り出してみるとね、でもね、ちゃんとね、ものすごいでかい記事が毎日のように出てるんですね。だから、はい、日本では事件としては報道されたんだけれども、やっぱり日本人直接の関係がないから、記憶から飛んじゃってんだと思いますね。でこのアポロ13号の凄さというのはどういうところなんでしょう。これ調べれば調べるほどね、13号の3人の宇宙飛行士っていうのはね、本当にもう絶体絶命、誰が考えてもこれはもう死んじゃうという、そういうケースなんですね。でそれが NASA という組織がその組織の総力を挙げて救うわけですよ。でそういう時にね、11号のような成功したケースだと全然見えてこない、その NASA という組織全体の持ってるね、ものすごい強さ、そういうその危機になって初めて見えてくるその組織の総体の力というものがね、初めて見えてきたという感じですね。1970年4月11日、アポロ13号の3人の宇宙飛行士が月に向かって旅立つ。アポロ11号以来3度目の月への飛行だ。
船長ジム・ラベル42歳、家庭には4人の子供がいる。アポロ8号で月周回飛行をしたこともあるベテランだ。ラベルと共に月面に降り立つ予定の月着陸船パイロットフレッド・ヘイズ36歳、3児の父で妻は妊娠7ヶ月だ。指令船パイロットのジャック・スワイガート38歳、独身。打ち上げ直前に病気の疑いのある乗組員と交代した。ヘイズとスワイガートにとっては初めての宇宙の旅だ。3人は車に乗り込んでサターンロケットに向かった。昨日まで人がいっぱいいた整備棟も今はほとんど人はいなかった。巨大なサターンロケットがまるで生き物のように酸素を吐き出していた。打ち上げ6時間前、発射台へ向かう。13時13分。後から考えると13という不吉な数字が並んでいたと指摘する人もいた。打ち上げは順調だった。3日半後には月面に着陸する予定だ。アポロ11号12号と続いた成功で NASA には楽観的な気分がみなぎっていた。指令船の訓練は訓練機と実物でどれだけの時間をかけたか分かりません。実際に乗ってみて指令船の乗り心地はなかなか良かったですよ。ここが自分の部屋のような気がしました。ヒューストンの飛行管制センターでも管制官たちが体制を整えていた。飛行計画の総責任者はジーン・プランツ。月へ飛ぶときは秒速11キロにもなります。アポロ宇宙船は人類最高速の乗り物です。順調に飛行しているときでも我々は常に緊張しています。なぜなら全てが完璧であることが必要だからです。もちろん何が起きても我々が対処しなければなりません。飛行開始第1日は万事順調だった。ラベルはテープレコーダーで音楽を聴いている。これは事故の直前にテレビ中継された船内風景である。3人ともリラックスして無重力空間に浮かびながら月への飛行を楽しんでいた。アメリカの月飛行計画はソビエトとの冷戦の産物だった。米ソ両国は国家の威信をかけて宇宙開発競争を展開していた。Today, a new moon is in
in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. It's a field day for the hams of the world as they employ... America was shocked. Sputnik's beep beeps, with the man in the street sharing the radio enthusiast's interest in the Soviet satellite. ひと月後、ソビエトは追い打ちをかけた。A dog, a living creature far in outer space for the first time. ミサイルの弾頭を軌道に乗せることも可能と考えられた。追いつこうとして人工衛星を打ち上げたアメリカは次々と失敗を重ねた。宇宙開発は想像以上に技術的に困難で危険を伴うものだった。1961年、ソビエトは人類初の有人飛行を実現し、世界中を再びあっと言わせた。ユーリ・ガガーリンは世界を一周し、ソビエトの社会体制とアメリカより優れた技術力を世界中に宣伝して回った。遅れを取ったアメリカは月への飛行でソビエトに勝つと世界に宣言した。We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.実を言うと、あの演説を聞いて震え上がったんです。月に着陸するなんて想像もしていませんでしたからね。44万キロも地球から離れたところと無線で交信することができるなんて思いませんでした。地球の外に出るなんて本当に考えてもいなかったんです。60年代前半、宇宙開発競争は熾烈を極めた。しかし先手を打ったのはやはりソビエトだった。初の女性宇宙飛行士ワレンチナ・テレシコワの登場。1965年、アレクセイ・レオノフが人類初の宇宙遊泳に成功。ソビエトのリードは揺るぎなく思えた。アメリカより私たちの方が先に月飛行計画を進めていました。実は宇宙遊泳はその計画の一部だったんです。しかしソビエトでは月飛行用に開発された宇宙船ソユーズの最初の有人飛行で宇宙飛行士が死亡する事故が起きた。続いて1967年に月飛行用の大型ロケットが爆発炎上した。この番組は技術の日立と定人がお送りします。あなたの知っている坂田明が坂田明とは限らない。見つめると
見えてくる。クオリティオブライフ、テイジン。テレビをチェンジしよう。 39.5 センチの奥行き、39型ワイド大画面。技術か魔術か、ビッグスリム39、ネクステージ誕生。ネクステージ、すごい簡単気持ちいい。ヒタチ、そのビデオカメラは水に負けない、砂に負けない。取れなかったものが取れる。日立は防水高画質、ジョイ&フリー新登場。すごい簡単気持ちいい日立。1961年4月、人類初の宇宙飛行から戻ったガガーリンは、このレーニン廟の上に立って赤の広場を埋め尽くした数十万の大群衆の歓呼の声に応えました。その後ソビエトはアメリカを尻目に次々と宇宙での栄光を手に入れていったが、その栄光の陰にはさまざまな悲劇があった。ソビエトはこういう映像っていうのをずっと秘密にしてきましたからね。67年の事件というのが宇宙史上初めて の人間が死んだ事故なんですよね。でそれがどうだったのかってのはずっと分からなかったんですよ。で実はこの67年という年にね、アメリカでも3人の宇宙飛行士が地上で死んでるんですけれども、本当にね、こうなんていうのかな、宇宙開発っていうのはこう死と隣り合わせみたいなね、そういう非常にリスクの高いあれなんですね。私はチャレンジャーの事故をよく覚えています。そうですね。だからあの後ずっとそういう人が死ぬという事故はなかったから、あれ本当にショックだったんですけれども、でももしそのアポロ13号の3人の宇宙飛行があそこで死んでたら、あの時点ではやっぱり宇宙史上最大の事故になったわけですね。カラット女子2のシロクマくん。おお、寒い。あ、奥さん、冷房の質疑はよくありませんよ。このカラット女子2なら。除湿するだけで涼しく感じます。カラット女子2のシロクマくん。冷房嫌いのあなたのエアコンです。すごい簡単気持ちいい。ヒタチ。With open arms, I take you in my heart. 本当の豊かさって何だろう。分かち合える価値を作りたい。人に、社会に、新しい命に。クオリティオブライフ、テイジン。キスニューク。お、日立のパソコンは。連携力。お、日立のパソコンは。対応力。お、日立のパソコンは。解決力。お、日立のパソコンは。有限力。お、日立のパソコンは。フローラ。日立のパソコン。一人一人の力を生かす。パソコンは日立のフローラ。
CSS ならひたち。ひたち。アポロ13号は打ち上げから15時間が経過した。人類史上月面に降り立った人間はこれまでわずか4人。あと3日でラベルとヘイズはその仲間入りをする予定だ。地球軌道を離れて間もなく、アポロ13号は3段目のロケットから切り離された。灰色の円筒形の部分が長さ 7.4 メートルの機械船で、その先についている青い円錐形の部分が司令船である。アポロ13号はくるりと向きを変えて3段目のロケットに収められていた月着陸船とドッキングして、月着陸船を引き出した。ドッキングした後、ラベルとヘイズは月着陸船に乗り移り、システムを総点検した。月着陸船も全て順調だ。ヘイズは早速寝心地を試してみた。4月13日、打ち上げから55時間50分、アポロ13号は地球から30万キロ余り離れた地点にあった。月までの道のりの5分の4をこなしたことになる。司令船パイロットのスワイガートはヒューストンからの指令で酸素タンク攪拌用のファンのスイッチを入れた。その途端、爆発が起きた。ちょうどジムが司令船に戻ってくるところでした。私はチェックリストを見直していました。それで準備が終わってさあ寝ようと思った時、ドンという音がしたんです。こもったような音がして宇宙船が揺れました。自動操縦になっていたので船体を安定させるためエンジンが自動噴射してまた静かになりました。トンネル付近で金属板をへし折るような音が聞こえたんです。月着陸船と連結していたので両方の船体が揺れて、まあ、それで金属音がしたんですね。3人で顔を見合わせました。今のは何だ。でもわからないんです。壁を突き抜けてきたようなものはないし、司令船に隕石がぶつかったわけでもない。何も変わりはなかったんです。そうこうしているうちに赤ランプがついたんです。電力を供給しているメインバス B の電圧が落ちているという表示でした。NASA で最も経験豊かな飛行主任ジーン・クランツがこの時ちょうど管制センターの主任を務めていた。我々の間では原因不明のトラブルのことをファニーという言葉で呼びます。妙だという意味です。このようなトラブルの場合、管制センターの専門家が問題のデータを分析して原因を探り出し、適切な対応策を考えます。アポロ13号のメインバス B のトラブルも原因を究明して必ず解決できるはずだと確信していました。しかしあっという間に管制センター中のスクリーンに警告サインが点滅し始めた。宇宙船の電気系統を監視していた管制官サイ・ディーバーガットはこの時我が目を疑ったという。目の前に並んでいるスクリーンに電気系統の作動状況が出ていたんですが、メインバス B の電力がゼロになっていました。メインバス B というのは宇宙船に電力を供給する2つのラインのうちの1つなんです。他にも燃料電池の1番と2番もダメになっていました。それからこっちのスクリーンを見ると第二酸素タンクが空で第一酸素タンクもなくなりそうでした。ということはつまりトラブルの数は1つでも2つでも3つでもない、なんと4つも重なっていたんです。宇宙船の設計上そんなことは絶対ありえないはずでした。
ついに事故が起きてしまったわけですが、ちょっとわからないのはメインバス B っていうのは何なのか、それから何が一体爆発したんでしょうか。あのね、まずメインバス B から説明するとね、この宇宙船はね、電気系統が A と B の2系統になってるんです。で、各機器が全部どっちかの系統につながるようになって、でそれが二重になってるから片方が死んでも大丈夫っていうことになってるんです。そのメインバス B の方がどんどん電圧低下して死んじゃうということなんですね。でそれはなぜ起きたかというと、実はこの酸素タンクの酸素を使って燃料電池で電気を供給するというそういう仕掛けになっているんですけれども、これは今何が起きたか分からなくて後でその原因分かるんですけれども、実はその酸素タンクの中で爆発が起きるわけですね。でナレーションの中でその酸素タンクの中のファンのスイッチを入れたら爆発が起きたと言ってますね。でそれはどういうことかというと、この液体酸素をねこのかき回してやるために中にファンがあるんです。でそのスイッチを入れたらそこにつながっているこのケーブルのねこの皮膚が向けてたんですね。でそこに火花がこう飛んでそれでボンといっちゃったわけです。だけども今みんな 何が何だかわからないで、とにかく電圧が下がったと、で何なんだろうって騒いでる、そういう状態ですね。リバーガットは考えた。本当にスクリーンの表示通りの状態なら乗組員はとっくに死んでいるはずだ。これはきっと景気上の問題だろうと。あの時は問題に気づいてから2分ぐらいしか経っていない頃で、まだ慌てていませんでした。むしろシミュレーションをしているような気分でした。最善を尽くせば大丈夫だと思っていました。管制センターでは酸素タンクが壊れたのではなく計器が故障したのではないかと考えた。もしその通りなら予定通り月面に着陸することができる。飛行主任はせっついてくるし、私の隣の席には交信主任のジャック・ルーズマがいました。ジャックは乗組員に情報を伝えるのが仕事ですから、状況をもっとちゃんと説明してくれと言ってきました。それはもっともなことです。でも私たちはまだ事態を把握できていなかったんです。 OK, come, I'm coming back to you. I assume you've called in your backup beacon. If we can get some more brain power in this thing. We got one here. Roger.人生の中であれほど孤独を感じたことはありません。みんなから答えを迫られているのにその答えが出せないんですから。誰も私を助けられませんでした。さらに10分が経過した。何をしても状況は変わらない。ラベルは宇宙船の外を見た。後ろの方を見るとガス状のものが放出されていました。ものすごい勢いで薄いもやのようなものが出ているんです。何かが機械船から漏れていた。乗組員たちの気持ちは沈んだ。もうダメなんだなとまず思いました。月に着陸するどころか月周回軌道に乗ることも無理かもしれないと。誰もパニックにはなりませんでした。よくなぜかと聞かれますが、たとえ躍起になって10分間壁を叩き続けたところで何も変わりませんから。無論心臓の鼓動は早まりましたよ。でもとにかく頑張るしかなかったんです。
リーバーガットは船体から放出されているのは酸素だと確信した。計器の故障ではなかった。第二酸素タンクがゼロになり、3つの燃料電池のうち2つがダメになっている。乗組員の最後の命綱である第一酸素タンクの残量もあとわずかとなっていた。ガーンとなりましたよ。最悪の事態が現実に起きていると分かったんです。燃料電池は2つダメになってるし、第二酸素タンクも壊れているし、宇宙船から漏れていたのは酸素でした。それでまだ大丈夫な方の燃料電池を動かしている第一酸素タンクの残りの量を見たら、あと2時間分しかないんです。それが分かった時ですよ。ほとんどパニック状態になったのは、私はこういうふうにパネルを掴んで必死に考えようとしました。本当に頭の中をハンマーで叩かれているようでした。トラブルは計器の故障ではなかった。しかも時間がない。何とかして宇宙船を救おうと思っても、どんどん時間が過ぎていくんです。5分、10分、15分と時間がいたずらに過ぎていきました。本当にイライラしました。まるで手首を切った人の血がどんどん流れていくのをただじっと見ているような気持ちでした。電力が供給されなければ司令船は死んだも同然です。電力と酸素がなかったら乗組員の命もありません。早い話が、乗組員全員と宇宙船の全てを失おうとしていたんです。どうやらかなりひどい状況らしいということは分かったんですが、今3人は一体どういう状態に置かれてるんですか？初めは電圧低下だけだと思ったんですね。そしたらこう状況が分かってくると、酸素タンクがやられてるわけです。電池がやられてるわけですね。そうするとどういうことになるかというと、呼吸用の酸素がなくなっちゃうんですよ。それから実はこの宇宙船ではね、水がこの燃料電池で作ってるんですね。だから水もなくなっちゃうんです。それでこの酸素タンクがいかれたから、このメインバス B だけじゃなくて A もいずれやられるわけです。そうするとこの宇宙船内の全システムがね、電気で動いている部分、それがほとんどなんですけれども、それが全部動かなくなるんです。だからもう酸素もない、水もない、電気もなかったらね、もう本当にね、死のほかないんです。 OK, we've got an update on the time. Looks like we've got about 18 minutes until we get down to the cutoff point. Flight Econ, temperature and pressure correspond. So we're going to be there in 15 minutes. ここまでは技術の日立とテイジンがお送りしました。ここからは多彩な生活快感を提案します。象印と朝日新聞がお送りします。うん、私が炊くとどうしてご飯がシャキッとするんだろう。ほら、象印の極め炊きで炊くと IH の強い火力でシャキッと炊き上がります。どなたでも。私が使うとどうしていつも綺麗なんだろう。極め炊きはゴミやご飯粒をさっとひと拭き、お手入れがとっても簡単なんです。私が炊くとどうしてこんなに美味しいんだろう。炊いたのは極め炊き。象印。ステンレスボトルタフシリーズ。タフ。象印。朝日新聞のお申し込みは。朝日がさんさんおはよう。朝日がさんさんおはよう。ご購読のお申し込みは。朝日がさんさんおはよう。朝日新聞のお申し込みは。朝日がさんさんおはよう。朝日がさんさんおはよう。ご購読のお申し込みは。おはよう。From ABC News Space Headquarters, here is commentator Frank Reynolds. There has been an emergency in the flight of Apollo 13.
the prime objective of the mission, the landing on the moon, the further exploration of the lunar surface, has been canceled, and now the only consideration that remains is the safe return of the three astronauts. Some kind of explosion occurred in the spacecraft's main engine. The explosion affected the spacecraft's main power systems supplied by fuel cells. And that means that their oxygen supply is in jeopardy and their water supply is officially termed critical. Allô Paris, ici New York. Eh bien, je crois... Apollo 13号危うしとのニュースが世界を駆け巡った。人々は二度と戻ってこないかもしれない宇宙飛行士たちに思いを馳せた。When I heard about this, 爆発があったと聞いた途端、私はもうおしまいだと言いました。地球上の全ての人にとって悪いニュースになったんです。誰もが神を彼らを救いたまえ、彼らを救いたまえと祈りました。ラベルの妻マリリンは危機の15分前に管制センターを訪れていた。しかし事故のことは夕方まで知らなかった。宇宙船の回収作業班のジェリー・ハモクから電話がありました。私がまだ何も知らないということを知らずに、どこに着水しようと世界中の国が救助に協力すると言ってくれているというんです。私はそれ何の話、お酒でも飲んでるのって聞き返しました。本当に何のことを言ってるのかわからなかったんです。母が2階に上がってきて、事故があったの、でも大丈夫って言いました。みんな無事に帰ってこれるわ、ただ月には行けなくなっちゃったけどねって。私が最初に思ったのはパパがかわいそうということでした。だってあんなに長い間準備をしてきたのに、その夢が叶わないことになったんですから、大変なことになったと思いました。パパはもう帰ってこない、もう二度と会えないって、あの時点で。そうですね、父は死んだものと思いました。ヘイズの妻メアリーは妊娠7ヶ月だった。当時13歳だった長女のマーガレットはその日のことをよく覚えている。気が動転した母を見て私は怖くなりました。母は大したことはないのよ、ちゃんと帰ってくるからと言いましたけど、実はもっと悪い状況なんだと子供心にも分かりました。ジム・ラベルは1928年昭和3年オハイオ州クリーブランドに生まれた。海軍士官学校に入学した彼はテストパイロットを目指していた。当時のラベルと海軍士官学校で同じ隊だった友人のクヌッツォンは、彼はテストパイロットの学校でも一番の優等生だった。1962年、ラベルは NASA の宇宙飛行士第2期生の一人に選ばれ、訓練を始めた。みんな夢中になっていました。自分こそ月に降り立つ最初の人間になりたいとね。当時はみんながそれを目指していました。1968年、ラベルは地球を離れ、月に飛び立った最初の宇宙飛行士の一人となった。アポロ8号による初の月周回飛行だ。いよいよ月に近づいた時、窓の外を見ると月に向かっているはずなのに真っ暗で何も見えないんです。でも宇宙船を180度回転させると、すぐ目の下に月の表面が迫っていて、次々とクレーターがよぎっていきました。月飛行のベテランラベルが今アポロ13号で危機にあっている。管制センターの管制官たちが交代する時間が来た。リーバーガットに代わって電気系統を見守る役についたクリント・バートン。辛いものですよ、悪い知らせばかりを伝える役目というのは。私は自分の仕事として悪い知らせを繰り返し伝えなければなりませんでした。
Lighting on. Go ahead. Okay, got an update on the time. Looks like we got about 18 minutes until we get down to the cutoff point. Lighting on. Temperature and the pressure of the car spot. So we're going to be there in 15 minutes.あと15分で司令船の中では生命を維持できなくなる。唯一の可能性は月着陸船に緊急避難することだった。着陸船には月着陸用の酸素と水とバッテリーがあった。酸素を使い切ってしまいそうだと分かったとき、我々が唯一生き延びる方法は月着陸船を救命ボートとして使うしかないと思いました。司令船から月着陸船に移るということですが、月着陸船を救命ボートとして使うというのはどういうことなんでしょう。要するに酸素も水も電気もなくなったんでしょ。で実はもう一つ大事なのはね、エンジンを使えなくなったんです。もう怖くてエンジン吹かせないんですね。それで月着陸船に移ると、そこに月着陸用の酸素も水も電気もそれからエンジンがあるんです。でこれで本当にみんな助かって帰ってこられるわけです。それにしても、奇妙な形してますよね。あれで大丈夫なのかと思うんですが。ロケットみたいなね、流線形っていうのはね、あれ空気抵抗を減らすためで、空気がなかったら形っていうのはどうでもいいんです。で、月着陸船は純粋に真空の中しか飛ばないから、だからあれはまあ言ってみればね、人類が最初に宇宙専用に作った最初の乗り物と言えるんですね。吟醸水が美味しいのは、お湯を沸かしながら沸騰するまで8回も循環して浄水だから、まろやかなお湯になるんです。たっぷりからちょっとまで軽く押すだけ。電動給湯ポット沸騰吟醸水、美味しいわけだ。象印朝日新聞のお申し込みは、朝日がさんさんおはよう、朝日がさんさんおはよう。ご購読のお申し込みは、朝日がさんさんおはよう。朝日新聞のお申し込みは、朝日がさんさんおはよう、朝日がさんさんおはよう。ご購読のお申し込みは、朝日がさんさん。私が炊くとどうしてご飯がシャキッとするんだろう。ほら、象印の極め炊きで炊くと IH の強い火力でシャキッと炊き上がります。どなたでも。私が使うとどうしていつも綺麗なんだろう。極め炊きはゴミやご飯粒をさっと一拭き、お手入れがとっても簡単なんです。私が炊くとどうしてこんなに美味しいんだろう。炊いたのは極め炊き。象印。爽やかに目覚めましたか。おはよう。ピュアクラスターのアルカリイオン水、体に嬉しいお水です。うっかりお湯を流しても本体へは流れません。しかもマイコンでpHを自動的に調節します。だから簡単、健康の呼び水。ピュアクラスター。象印。これはアポロ18号のために作られた本物の月着陸船である。しかしアポロ計画が17号で終わったため、この月着陸船はニューヨーク郊外の倉庫にずっと置かれたままになっている。 The concept of lifeboat is already there. 救命ボートとして使う構想は開発の早い段階からありました。確か1963年か64年の頃だったと思います。救命ボートとしても使うために酸素と水の量をおよそ 15% 増やすという決定をしました。バッテリーも 7、8% を増やしました。
その程度の事故しか想定していなかったんです。基本的に司令船は無事で、機械船のエンジンが故障していたので、代わりに月着陸船のエンジンで帰ってくるという想定なのです。 And the situation was something more than you have imagined。アポロ13号のように機械船の全システムが全く使えなくなるというような事故は想像していませんでした。そんな事故が起きたら宇宙船の乗組員は全員死んでしまうからです。事実私たちはあらゆる事故を想定したシミュレーションをやるのですが、酸素タンクが爆発した場合のシミュレーションはその中にはありませんでした。At that night, when you came to the mission support center and you heard the news more precisely, you imagined they have a good chance for safe return, or you were anxious somewhat? Well, 微妙なところでした。しかし無事に帰れる可能性は十分にあると思っていました。50-50? いやそれは分かりません。問題は時間との兼ね合いでした。エンジンのパワーは地球に戻るのに十分でした。酸素も十分ありました。しかし水とバッテリーは不足していました。地球までの4日間持つかどうか、そして地球軌道に戻っても司令船で再突入できるかどうか、それから機械船で再爆発が起こらないかどうか、そっちの方が心配でした。 You are quite confidentWith the lunar module's ability. ええ、その通りです。これが救命ボートになった月着陸船です。最初から月着陸の目的と同時に万が一の場合に救命ボートになるようにも設計されていました。これ一見すると本当にこうなんかまるでおもちゃみたいに見えるんですけれども、これが実は100万点の部品を9年がかりで5000人の技術者が動員されて、もう完全にもう本当の細部に細部に至るまでコンピューターのシミュレーションを重ねて、技術の結晶としてこれを作ったわけです。例えばこの熱のシールドがここは黒かったり、そこは金色、その辺は銀色みたいになってますけれども、これはもう本当に完全に計算し抜いた上でこうやったんだと。熱のバランスを完全にこれで取れるように、どこをどうするということを完全に計算してあるんだと言ってました。でこれを作ったトムさんが言ってましたけれども、これは本当にアメリカの職人かたぎの結晶であると、技術的結晶であると言ってました。でまさにそういうものであったらばこそ、ああいうイダという場合に 100% の信頼を寄せることができたんだと言ってました。時間はなかった。ヘイズがまず司令船から移動して月着陸船の各システムのスイッチを入れて立ち上げにかかった。スワイガートは司令船のスイッチを次々と切っていった。地球の大気圏に再突入するとき、もう一度司令船に戻らなければならない。その時のためのバッテリーを確保しておくためだ。だが全てのスイッチを切ることには危険が伴った。例えて言えば家の中を停電の状態にするようなものです。何もかも氷点下まで冷え切ってしまうということです。そこまで冷えたらいろんな装置にどんな影響を与えるか全く見当がつきませんでした。例えば大気圏再突入の鍵を握る誘導装置です。誘導装置は MIT マサチューセッツ工科大学で設計製造された。誘導装置が働かなければ宇宙船はどこに飛んでいくのかわからない。誘導装置というのは言うなれば人間の目であり、車のハンドルを握る手のようなものです。それがなくては一つの場所から別の場所に移動できません。問題は誘導装置の電源を切って凍らせてしまったらまた生き返るのかどうかでした。詳しいことが分かるまで司令船の誘導装置のヒーターだけは切らないでほしいという依頼が MIT から管制センターに届いた。しかし使える電力には限りがある。答えはノーだった。
the rest of the mission. It's going to cost me 64 amp hours. I can't afford that.ルーニーは司令船の誘導装置のヒーターを早く切るようにと指示した。誘導装置を切ったらコンピューターによる自動操縦はできない。星を頼りに目測で位置を確認しながら手動で姿勢制御をしなければならなくなる。誘導装置を失ったアポロ13号はくるくる回りながら漂い始めた。このままだと宇宙の果てまで行ってしまう。しかしラベルの超人的な努力によって正しい姿勢を取り戻すことができた。その間に月着陸船の誘導装置を始動させアポロ13号は一応安定した状態になった。しかし月着陸船のバッテリーから見て残された飛行可能な時間はせいぜい2日間だった。とりあえず安心しました。乗組員が月着陸船に移って少なくとも一時的には生命維持、誘導装置、姿勢制御など必要なものが全部揃ったわけですから。大きな山を一つ越えたという感じはありましたが、それで大丈夫なのかどうかは確信が持てませんでした。やっと解決策の第一歩を踏み出したというような気持ちでした。乗組員が月着陸船に移った今、検討すべきことは地球に帰還するためどのコースを取るかだった。道は2つに1つでした。その場で方向転換してエンジンを全開しできるだけ早く戻ってくるか、それとも24時間から48時間余計に時間がかかっても月の引力を利用する形で自由帰還軌道を取るかです。しかし自由帰還軌道を取った場合、乗組員の生命を維持できるかどうかが問題でした。今ここで引き返せば2日で帰還できる。だがその場合燃料をほとんど使い切ることになる。その後軌道がずれたら修正が効かず地球へ帰還できなくなる。飛行主任のクランツとルーニーは燃料を節約するために月をぐるりと回って帰るコースを選んだ。乗組員たちにも異存はなかった。何はともあれ地球に戻ってこれるということですからね。それでよかったと思います。少なくともとんでもない方向に飛んでいって永遠に宇宙をさまよう棺桶みたいな存在にはならなくて済むわけですから。自由帰還軌道に乗るため宇宙船を正しい方向に向けねばならない。だが月着陸船は司令船と機械船をつけたまま操縦するようにはできていなかった。姿勢をコントロールしようとしたんですが、上に向けようとすると船体の重心がずれて激しく回転しました。本来なら下にと指示すれば下に動くはずだし、右へと操作すれば右を向くのが当然です。それがうまくいかなかったんです。一度も経験したことがない状況でした。そこでじゃあ右を向こうとすると右へは向かずにこうなるわけだなと頭の中で操縦してみました。全く新しい操縦法を自分で考え出して覚え込んでいったわけです。操縦のコツを覚えようとしているラベルに管制センターからマニュアルにはないエンジン噴射の手順が伝えられた。Okay, Aquarius, you're ready to copy P30 maneuver pad. That's affirm. Okay, here we go. The purpose is mid-course correction for free return. Now 33. 地上からは37分後にと言われました。でも宇宙にいる我々にはもっと時間が必要でした。なぜなら我々の軌道は月に100キロぐらいのところまで近づく予定でしたからね。ほんの少しでも向きを間違えたら月に衝突しかねないんです。データをコンピューターに入れるなどの準備を整えるためにラベルは1時間を要求した。
そして危機発生から6時間半後、アポロ13号は地球に帰るための第一歩を踏み出した。エンジンを噴射する5秒前にコンピューターが本当に噴射していいのかと聞き返してきます。私は OK だと言いながらボタンを押しました。秒読みがあってエンジンが点火、完璧でした。噴射も順調にいってエンジンは自動的に停止しました。ちょっとばかり明るい気持ちになりましたよ。散々な目に遭っていましたが、月着陸船はしっかりしていて、そうですね、自由機関軌道に乗れたと思いました。地球から遠ざかるとはいえ、これで家路に着いたことになる。しかし今のスピードのままでは電力も酸素も水も途中で尽きてしまう。そこで2回目のエンジン噴射が計画された。今度はより大規模な噴射だ。月をぐるりと回ってからスピードアップして地球までの時間を24時間短縮しようとするものだった。それでも電力と生命維持装置が持つかどうか不安が残る。電力の担当はマーリン・メリットだった。あれはデータを集め始めて1時間もしてからです。電力を供給できる時間がどんどん減っていくのが分かりました。このまま行けるわけがないことは明らかでした。そこで月着陸船の中で電力を大量に使っている誘導装置を停止することが考えられた。しかしクランツとルーニーは14時間後のエンジン噴射まで宇宙船の姿勢を保っておくためにこれを活かしておきたかった。とんでもないと思っていました。誘導装置を停止させるなんて、誰に言われようと死んでも OK しないつもりでした。あれは水や空気や電力と同じように欠かせないものなんです。でも無理だったんですよ。到底不可能でした。だから飛行主任に掛け合うしかありません。いいですか、こいつを切らないともうバッテリーが持たないですよって私は言いました。それじゃあデータを見せてくれということになって、どんどん入ってくるデータを並べてみると、それは一目瞭然でした。もう無理でした。確かにその通りだった。しかしクランツとルーニーはもっと思い切った解決策を考えていた。それはエンジン噴射まで誘導装置は使い続ける。ただしその後はほぼ全ての装置のスイッチを切り、船内を真っ暗にして凍りつくような寒さにするという案だった。NASA では14日朝緊急記者会見が行われ、当局は慎重な見方を示した。安全だと言っても、それは死と隣り合わせの安全だった。事実この時点で NASA はアポロ13号の乗組員が死亡した場合に備えて大統領が出す声明文まで用意していた。一例を挙げるなら、これは宇宙飛行士の家族への大統領の言葉なんですが、〇〇〇様のご遺族の方々に私は妻と共に心よりお悔やみ申し上げます。残された皆様にとっては深い悲しみを伴う痛手でありましょう。しかし犠牲となった方々が偉大なる挑戦と開拓者精神に満ちた旅に立ち向かってくださったことにより、人類の未来は永遠に豊かなものになることでしょう。ここまで見てきて不思議といいますか、驚いてしまうのは、これだけの状況に置かれて宇宙飛行士も管制官も皆さんパニックに陥った様子もなくて非常に冷静ですよね。これは資質の問題ですか？そうですね、そもそもそのパニックになるような人はね、宇宙飛行士に採用されないんです。エモーショナルな安定性っていうのがね、採用の絶対条件なんですね。でそれからもう一つはね、その採用された後で
訓練というのを非常に長期間やりますね、はい、でそれ何やるのかといったらもう次々故障事故を想定してそれに対応する訓練なんですね。だから大抵の宇宙飛行士は飛んだ後で、うん、実際に飛ぶ方が訓練よりずっと楽だったと言いますよね。ここはモスクワ郊外にあるガガーリン宇宙飛行士訓練センター、通称星の町。ソビエトの宇宙飛行士たちは全てここで訓練を受けて宇宙に飛び立っていった。この宇宙開発のメッカである星の町にはヨーロッパやアメリカからも宇宙飛行士が訓練に来ている。これがソユーズ宇宙船のシミュレーターの中です。宇宙飛行士はフライトが決まるとこの中で1年半から2年にわたって、毎日毎日約2時間のシミュレーション訓練を受けます。その訓練の内容は何かというと、実にその9割までが何らかの事故が起きたときにそれにどう対応するか、そういうその事故に対する対応訓練だということです。それは2年間にもわたって毎日訓練するわけですから、もうほとんどあらゆる事故に対する対応ができていて、宇宙に出たときにシミュレーションでやっていない事故に出会う確率というのは今や 1% 以下であると言います。エマージェンシーの想定訓練というのはね、うん、何種類何時間ぐらいあるんですか？基本的には正常の訓練よりか多いですよ。訓練中にその、うん、まあ、乗員のね対応がまずくて、はい、そのシャトル死んだよとかなんとかやれることもあるわけですか？あ、そうですか。1回はパイロットとコマンダーの対応がダメで、体制より墜落してしまったと。ものすごいシミュレーターがガタガタ揺れて、最後ガクンと言ってトレーナーが今日は全員死亡って終わったのがありました。そうですか。シミュレーションっていうのはもうそのわざと起こすそういう不具合事故の連続をわざとやるわけです、ね、かえってシミュレーションの方が通常だと起こりえない極端な状況を想定できますと、常に新しい状況が起こってきて、でそれをまあ地上とみんなで相談しながら一歩一歩解いていかなきゃいけないんで、どっちかっていうとまあ体も使うけど頭も使うんですよね。そういったのはすごく面白いですよ。ここまでは多彩な生活快感を提案します象印と朝日新聞がお送りしました。ここからはトヨタ自動車、 JA 共済、三共株式会社、シチズン、富士フイルムがお送りします。出発、早く出発、出発進行。新しいマリノはトヨタのフォードアスペシャリティです。新海へマリノ。小さい時に縄跳びやったじゃない、お入りなさいって言われてもうまく入れなくて、縄が回るのずっと見てたんだ私。そんな私が選んだ車、よし、新スターレット誕生。思い切って飛び込んでこい。なんだよ。ああ。よし。ほら、おいで、こっち。お父さんがついてるから。ああ。行くぞ。よろしいか。よし。誰が守る？僕が守る。後でいいもん食わしてやるから。力強く生きるためにファイタリー新登場。JA 共済。傷だらけのアポロ13号は月に間近に迫った。
1時間後にはスピードアップするためにエンジンの大噴射を行うことになっていた。月着陸船のコンピューターは現在の自動車に積まれているマイクロコンピューターにも劣っていた。必要な計算は全て管制センターで行った。その結果作られた詳しい手順をアポロ13号が月の裏側に回ってしまう前に伝えなければならない。地上から手順を伝えてきたので、フレッドとジャックの方を見たら2人ともちっとも聞いていないんです。カメラを引っ張り出してシャッタースピードや絞りを合わせているんです。何をやっているんだって聞いたら、月の裏側の写真を撮るって言うんです。月の裏側を見られるのはその時しかないわけですから、裏側を回ってる間は観光気分でした。ヘイズとスワイガートは宇宙船の窓にへばりつくようにして月の裏側を夢中で見ていた。その横でアポロ8号ですでに経験済みのラベルは一人落ち着いて仕事に励んでいた。30分後、ラベルはエンジンの大噴射を行った。これからは今までのツケを払うためにほとんどの装置を停止させなければならない。3日間にわたって乗組員も宇宙船もこれまでに味わったことがないほどの厳しい試練にさらされることになった。そこまで出力を低下させたら乗組員の命はもちろん宇宙船の命にも関わるというレベルまでパワーダウンさせなければなりません。バッテリーが凍りつくのが心配でした。司令船の推進系統も凍ってしまう恐れがありました。たとえ宇宙船を地球の近くにまで戻すことができても、いざ司令船を動かす段階になって全く機能しないかもしれません。そうなったら万事休すです。月着陸船の中の生活環境は最悪になった。じわじわと冷えてきました。スイッチを全て切った司令船の中にある水のタンクも凍ってしまいました。月着陸船の中の温度も4度以下でした。宇宙服を着ようかという話になりましたが、考えてみると内側がゴムになっているので汗などがたまるとかえって悪い状態になりそうでした。もともと月着陸船は2人乗りなんです。そこに3人も詰め込まれていますから、例えば私がちょっとでも身動きするとジャックに伝わり、次にフレッドに伝わって、それが今度は逆にこっちに帰ってくるんです。本当に情けない気持ちでした。緊張と寒さのあまり一睡もできない。そればかりではなかった。宇宙船の外に排泄した尿などを捨てるなと管制センターが言ってきた。宇宙船の位置測定に影響するからというのがその理由でした。でも実は私たちは誤解をしてしまいましてね、本当は位置を測定する間だけ一時的に捨てるなということだったんです。それをてっきり最後までずっとなんだと思い込んでしまいました。まあおかげで今度は尿を入れておけそうなものを片っ端から集める騒ぎになりました。月着陸船の中でですよ。
で3人が4日間もいたら本当も嫌になっちゃうよね。この辺にもうなんかその便所がダメなもんでおしっこの袋やうんこの袋がうわーってこう飛んでるわけだからもうこれはたまんないですね。月着陸船の中で食料か何かを探していた時のことなんですが、偶然家族の写真を入れた小さなケースを見つけました。予定通りなら月に着いてから開けるはずのものでした。思わずまたみんなに会えるだろうかと考え不安になりました。地上では家族たちも不安の日々を過ごしていた。テレビやラジオはつけないようにしていました。気が気じゃなくて学校にも行けませんでした。本当にニュースは聞けなかったんです。帰還できないという話ばっかりでしたから。あのあと感染センターには行きませんでした。主治医から私が行ってジムに少し休むように言ったらどうかと勧められましたけれど、とにかく全然眠っていないはずでしたからね。母は心配で眠れなかったようで、ひっきりなしにタバコを吸っていました。私には本当のことを言いたくなかったんでしょうね。自分でも信じたくないから言えなかったんだと思います。アポロ13号の危機は2日目に入っていた。宇宙船の事故は世界中に知れ渡り、あらゆる人々が乗組員たちの無事を祈っていた。If I may be serious for one moment and ask the entire audience for a moment of prayer for the crewmen of the Apollo 13. We'll hold silence for a moment, please. カトリックの総本山、バチカン。ユダヤ教の聖地、嘆きの壁でも人々は祈った。この時の大統領はリチャード・ニクソンだった。レーガン政権で国防長官を務めたワインバーガーは当時ニクソンの側近としてホワイトハウスの動きを見ていた。During state dinner, he stand up and asked the guest there,let us pray for the safe return for the astronaut. Yes. ええ、そうでした。それから後の記者会見でもそうしました。ニクソン大統領には宇宙への愛着がありました。国家としてやるべきことだと信じて宇宙開発は拡大すべきだし、月への飛行に加えていろんなものを目指すべきだと考えていました。ですから宇宙開発を守るつもりでしたし、とにかく宇宙飛行士の安全を気遣っていました。ごめん、今夜仕事入っちゃった。汗と涙で洗い流せるはずさ、いつだってそうして乗り越えてきたんだ。不死身になれる心よみがえる時、夢を飲み干せば今日もまた悔しいけれど仕事は好き。三強のリゲイン。シチズンの技術がチタンを時計に変えた。軽い、強い、肌に優しい。チタンの進化を知る。シチズンアテッサ。Jリーガーたちの興奮のドラマをいつも感じていたい。Watch the Soccer。日本の皆さん、こんにちは。ルパンはエクシブに乗っています。特徴ワイドアンドロー、趣味華麗に走ること。ただいまエクシブを探しています。ご協力を。スーパーフットワーク、エクシブ。ある日生まれ変わったコロナを見に工場を訪ねた。
コロナプロダクト。コロナプロダクト。お土産に1台もらえないですよね。新しいコロナ誕生。トレビアン、富士のインスタントカメラスリムエースで撮るとこんなに美味しく撮れましょう。んー、トレビアン、トレビアン、グラッチグラッチ。比べてほしい色の良さ。富士フイルムの携帯サイズで新発売。富士のインスタントカメラ色綺麗だ。はっ、比べてほしい色の良さ。富士フイルムの携帯サイズで新発売。14日のうちに管制センターではまた新たな危険に気がついた。月着陸船内の二酸化炭素の濃度が上昇しているのだ。空気中の二酸化炭素の濃度が上がるととても危険なんです。めまいや頭痛がするし、そんな状態が長く続くと命に関わりますからね。何らかの対策を考えなければなりませんでした。二酸化炭素用のフィルターが足りなくなったのだ。司令船にもフィルターはあったのだが、こいつが四角いというのが問題だったんです。これは司令船のものなんですが、月着陸船のフィルターは四角じゃなくて丸くなっていました。だからどうやってこの四角いのを丸いのにつなげたらいいのかということになったんです。乗組員が使える材料は宇宙船の中にあるものに限られていた。例えばフライトマニュアルの表紙のボール紙、宇宙服についているビニール袋、粘着テープなどである。15日には見本は出来上がったが、 NASA の先端技術とは程遠い感があった。地上から言葉だけで作り方の説明を伝えるのが一苦労だった。宇宙船の中では同じものを作るのに2時間もかかった。とはいえこの応急手当のおかげで二酸化炭素の問題は解決した。この装置を取り付けてみるとあっという間に二酸化炭素の濃度が下がったので助かりました。次の24時間、乗組員は何もすることがなかった。ひたすら寒さと不快感にただ耐えるだけだった。水が不足しているので水分を取るのを控えていたために全員が脱水症状に陥った。特に膀胱炎になったヘイズの動作が鈍くなり、やがて体の震えが止まらなくなってしまった。ブルブル震えていました。これは重症だと分かりました。私は体を巻きつけるようにしてフレッドを温めてやりました。2日間にわたって寒さと困難に耐えた乗組員たちはすでにかなり疲労していた。地球に戻って着水するまであと24時間。その24時間がこの飛行の中で最も辛い時間となった。3人の動きを見ていて消耗しているのがよく分かりました。でも私自身は彼らの辛さを本当に理解していたとは言えません。恐ろしいほどの寒さのため彼らの体は凍りついていたはずです。大気圏再突入まで1日を切った。管制センターでこれから主役になるのは誘導担当班。しかしアポロ13号の飛行軌道がおかしくなっていた。なぜか予定のコースから外れているのだ。とんでもないことになりそうだ。帰還のため大気圏に再突入する角度はわずか2度の誤差しか許されません。薄く切ったパイの一切れのようなくさび型の再突入コースの中に収まらなければならないんです。浅く突っ込むと石が水面を跳ねるように外へ弾き飛ばされてしまいます。逆に急角度で突っ込むと隕石のように燃え尽きてしまいます。あの時は浅すぎました。我々が把握していないことが起きていました。それは何なのか、コンピューターがおかしくなったのか、
誘導装置の調整がまずかったのか、それとも操縦に関わることなのか、頭の中はいろんな疑問でいっぱいでした。こんな時にこんなことが起きたら困ると思うと実際に起きてしまう、そういう感じでした。何か見落としてしまったのかもしれません。でももう我々にはどんな間違いも許されませんでした。あらゆる意味でギリギリでした。説明できない現象が起きていた。なぜ宇宙船が浅く突っ込もうとしているのか、その理由がわからない。それでも再突入を数時間後に控えているため、飛行航路の修正を行わざるを得ない。誘導装置のコンピューターが作動していないので、手動操縦で月着陸船の窓の真ん中に地球の姿を常に捉えるように姿勢を保つことが必要だった。ジャックにはエンジンスタートとストップのタイミングをしっかり測るため、腕時計をちゃんと見ているように命じました。それからフレッドには水平方向の姿勢をコントロールするように命じました。私一人で窓の中に地球を収めるなんてとてもできないからです。姿勢制御装置というのは三軸方向の調整が必要なんです。手動の場合、一人でそれをやるなんてできっこないんです。それでそっちは左右のズレを調整してくれ、こっちは上下を調整するからといった具合にフレッドと打ち合わせをしました。私の横にはボタンが2つありました。スタートボタンとストップボタンです。いつもはスタートとストップはコンピューターがやるんですが、この時は手動で操作したわけです。そんな操作をしたのはアポロ計画の中で、あの時が最初で最後でした。時間が来て、ジャックがスタートと声をかけました。エンジンを点火させ、出力は 10%。 14秒後にストップの声がかかり、ストップボタンを押しました。その14秒の間、私とフレッドが必死に上下左右に宇宙船の姿勢を調整していました。これでもかというくらい次から次へと危機が襲ってくる、いくらタフな人たちとはいえ体力ももう限界でしょうね。そうですね、映像で見てるとよく分かんないんですがね、これはまあ更新記録なんですが、これを読んでるとね、もう本当にね、3人とも限界に近い、まあ一つはね、眠れないわけです。寒すぎてね、ちょっと眠ろうとしてもすぐ目が覚めちゃう、それからもう一つ水を控えてるでしょ、だからほとんど尿毒症に近いんです。そうするとまず思考能力が落ちてくる、それから感情の安定性が崩れてくる。だからこれは医者がずっと更新をモニターしてるんですがね、もう3人とも体力的にも精神的にも限界状態に近いと警告してますね。しかもやらなくちゃいけないことはまだまだたくさんあるわけですね、飛び込んでこい。なんでよ。ああ。よし。ほら、おいで、こっち。お父さんがついてるから。ああ。行くぞ。よし、いいか。よし。誰が守る？僕が守る。後でいいもん食わしてやるから。力強く生きるために、ファイタリー新登場、JA 共済。スジのインスタントカメラスリムエースはほんとクリア、仕事も見事にクリアな画質、ドン比べてほしい色の良さ、富士フイルムの携帯サイズで新発売、富士のインスタントカメラ色綺麗だ、はっ比べてほしい色の良さ、富士フイルムの携帯サイズで新発売。この後のチェックリストという言葉が盛んに出てくるんで、ちょっと説明しておきますとね、はい、これは要するに作業手順書のことなんです。
つまり宇宙船の上でやることは全てね、そのチェックリストと言われる手順書に全て事細かにどのスイッチをどう入れてどうしろああしろこうしろって全部書いてあるわけです。で普通はその通りやってればいいんですけれども、今度はもうシステムがごちゃごちゃになっちゃったわけでしょ。だから全部作り直すんですね。で例えば、大気圏再突入だと普通これぐらいチェックリストがあるんです。こんなにやつですか。で、はい、でこれ作るのに普通3、4ヶ月かかると言われてるんですね、はい、それを今度3日で作っちゃうわけですよ。で作ったとしてもそれが本当にその通り動くかどうかわからない、うん、だからその作ったらそれをすぐね、あの予備の宇宙飛行士が地上でシミュレーターに乗って実際に機械を動かしてみて、それから今度コンピューターにかけるとかいろんなことをやってね、本当にうまくいくのかどうかをね、もう本当にしつこく試すんですね。間違いは許されないわけですもんね、最後の難関が迫っていた。大気圏に再突入するため月着陸船から司令船に乗り換えなければならない。凍りついた司令船が生き返るのか。地上ではこの4日間司令船を回復させるための手順をまとめるために躍起になっていた。責任者ジョン・アーロンは弱冠27歳。限られたバッテリーの出力を最後まで持たすのが彼の最大の課題だった。大気圏再突入用のバッテリーはささやかなもので45分くらい使えればいいようにできていました。あの時はそれを 5,6 時間も使おうというんですからね。大勢集まってみんなで協議したんですが、どう見ても残念ながら不可能としか言えない状況でした。全てが電力を必要としていたんです。推進装置も誘導装置も姿勢制御装置も。太平洋上への着水まで10時間と迫ってもまだ司令船の電気系統を作動させる手順はまとまらなかった。念には念を入れコンピューターでシミュレーションを繰り返してもこれなら大丈夫という確信が持てなかった。地上に向かって早くチェックリストを送ってくれと頼みました。相当長いものになるはずでしたからね。司令船の担当はスワイガートでしたから早めに教えてもらって予行演習をしたかったんです。そこで私は言いました。頼むから早くチェックリストをくれないか。スワイガートは新米なんだぞ。一通り目を通す時間を与えてくれってね。17日午前4時、やっとチェックリストが完成した。大気圏再突入まで9時間もなかった。宇宙船は時速3万2000キロで進んでいた。スワイガートは手当たり次第に紙を集めてチェックリストを書き取った。2時間もかかる長いものだった。その間に司令船は6万4000キロ進んでいた。大気圏再突入まで6時間、スワイガートは司令船のスイッチを入れ始めた。うまく作動するかどうか確信はなかった。4日間も我々は司令船を氷漬けの状態にしていたわけです。設計上の限界を超えていました。スイッチを全部切ってしまうことなんて想定されていなかったことです。どうなっているのか不安でした。その不安は地球に帰るまで消えませんでした。司令船はよみがえった。しかしほっとしている暇はない。一刻の猶予も許されない。乗組員の体は冷え切り、疲労の極にあった。それでもヘイズは高熱を押して頑張った。ビッグゲームに出る野球選手のようなものですよ。やるしかありませんでした。あんな状況に追い込まれたら自分の体調なんか忘れてしまいます。いよいよ機械船を切り離す時が来た。まだ月着陸船にいたラベルは司令船に移ったスワイガートがスイッチを間違えるのではないかと心配した。ジャックには1回だけじゃなくて3回も言いました。
いいか、切り離すのは機械船だぞ。月着陸船じゃないからな。そっちのスイッチには間違えないようにテープでも貼っておけってね。機械船が切り離された。爆発の状態を見る唯一のチャンスであった。切り離した後、宇宙に漂っていく機械船の姿をカメラに収めようとしました。少し姿勢を直してよく見えるようにすると、機械船の片側のパネルが吹き飛ばされていました。これが原因だったのかと思うと興奮しました。何しろ実際に見るまではひょっとして自分がヘマをして事故を起こしたんじゃないかという不安がありましたからね。これでみんなに説明できると思いました。ほら見ろよ、私のせいじゃないだろ、後ろの方でこんなことが起きていたんだよってね。機械船の被害状況を知って管制センターの全員が抱いた不安があった。それは爆発箇所のすぐ近くにある司令船の耐熱シールドに影響がないかということである。熱を遮断する耐熱シールドに穴が開いていると、そこから超高温のプラズマが入ってきます。そして再突入の途中で司令船は燃え上がってしまいます。最後まで気を許せませんでした。ちょっとわからないんですが、今クランツさんが言っていた司令船が燃えてしまうというのはどういうことなんでしょう。今司令船がこう離れて今からこう大気圏に突入するわけですね。そうするとね、空気との摩擦熱でね、これがもう何千度という炎に包まれるんです。でこれはこの底のところに耐熱シールドというのが貼ってあるから何千度でも平気なんです。でもしこれがね、ここで爆発が起きたわけでしょう、はい、でこの耐熱シールドがどっかこうちょっと破れができたりしたら、そこから熱が入っちゃうわけですね、はい、そしたらこの司令船の中がもう高熱になってみんな死んじゃうかもしれないわけです。先ほど のソビエトの事故でね、宇宙船が燃えちゃってる絵がありましたね、はい、であれはその耐熱シールドが十分じゃなかったわけです。だから月着陸船はそもそもこういうものがないからあれ全部燃えちゃうんですね。でこれはここがどうなってるか今わかんないんです。わからない、飛んでみないとわかんないんです。じゃあこれが最後にして最大の危機なんですね、大気圏再突入50分前、ラベルとヘイズも月着陸船から司令船に移った。トンネルのハッチをロックして切り離しの指示が来るのを待った。Odyssey, Houston, we just had a formal go for Lemjet at your convenience, over. Okay, thanks, Joe. Lemjet. Okay, copy that. Farewell, Aquarius, and we thank you.寂しい気がしました。もし持って帰れるものなら裏庭にずっと置いておきたいと思いました。ついにアポロ13号は司令船だけになった。しかしまた飛行軌道がずれつつあった。原因がはっきりしないまま、とにかく軌道を微調整することにした。その判断が正しいかどうかはやってみなければわからない。That's the nicest thing anybody's ever said. 大気圏に再突入する時の速度は時速38,000キロ。19秒後には宇宙船は炎に包まれ、無線交信が途絶える。
いわゆるブラックアウトだ。それは3分間続く。光信がブラックアウトの段階に入ったらもう手も足も出ません。じっと待つだけです。1秒が1分に、1分が1時間に感じます。沈黙の間、胃がキリキリと痛みました。3分が経過した。まだ連絡はない。詰めていた緊張が一気にほぐれていくのが分かりました。宇宙船はパラシュートにぶら下がり、ゆっくりと降りていきました。あの光景は一生忘れません。あの時全身を走った感動が今でもよみがえってきます。もう自分は未亡人なのかもしれないと思っていましたから。About the time that you see shoots, you'll see the cheering and the American flags come out. And then it's again tradition that you wait until the crew gets in the carrier deck, at which time cigars and the world map lights up. And, shit. It was neat.Guys worked hard to bring this one home. Thank冷静なクランツさんが見せた涙、印象的でしたね。そうですね。僕ある意味でね、このクランツさんがね、今度の番組の主役の一人だと思うんですよね。でこれ見ててね、感じたのはね、なんか一種こうニュースショーみたいな感じ
感じがありましてね。というのは成功したフライトだともっぱら宇宙飛行士みんな見てるわけで、その下にね、ああいうその管制官たちの大組織がそれを支えているというのは分かりませんよね。ニュースショーなんか見ててもそのニュースキャスターだけみんな見てて、実はあの番組ものすごいスタッフが支えてるわけですね。でこの画面では実は管制官たちレベルまでしか来てないけれども、あの下にさらに関係者というのはものすごいいるわけです。だからこの救出に参加した人たちが2万人と言われてるんですよね。でその人たちがもう全国至る所でね、徹夜のバックアップ体制を取って救ったわけですね。今回私が非常に心に残ったのは最後の行進、ブラックアウトの前の、もうやるべきことは全てやった、非常にクールでなんか爽やかささえ感じるようなやり取り、もしかしたら本当に最後の挨拶になってたかもしれないんですよね。口には出してないけど両方ともこれが最後かもしれないということを僕は意識してたと思いますね。私普段ニュースをやっていて、人間ってどうしてこんなに愚かなことばっかりするんだろうって思ってたんですが、久々にこれは捨てたもんじゃないぞというふうに思いました。地球に無事帰還したアポロ13号は今ここパリの航空宇宙博物館に展示されています。シチズンの技術がチタンを時計に変えた。軽い、強い、肌に優しい、チタンの進化を知る、シチズンアテッサ。Jリーガーたちの興奮のドラマをいつも感じていたい。 Watch the Soccer シチズンから好評発売中。右45度飲みすぎ、今日は左三流の食べ過ぎ、弱い。東に食べ過ぎあれば行って新三協胃腸薬を勧め、さらに西に飲みすぎあれば行って新三協胃腸薬を勧め、はたまた南に胃もたれあれば行って新三協胃腸薬を勧め、北にムカつきあれば行って日本の胃腸薬、新三協胃腸薬。3種類の胃粘膜修復剤配合、三協グリーン胃腸薬 A もどうぞ。あの人が乗っている。ロイヤルエクストラ好評発売中。アメリカの全ての月飛行で管制センターの指揮を取ったジーン・クランツさんはこんなことを言っています。実際に行ってみると月は人間を寄せ付けない、そして生命の存在しない異質な惑星でした。私たちは地球以外に生命を維持できる場所が近くにないということを知りました。この地球の環境を守り育て慈しむことが何よりも必要なんです。地球に無事帰還したアポロ13号は今ここパリの航空宇宙博物館に展示されています。これがもしかしたら3人の宇宙飛行士を乗せたまま永遠に宇宙空間を漂っていたかもしれない宇宙船です。私たちはアポロ13号から何を学ぶべきでしょうか。私が取材で何より感じたのは人間の持つ能力の弱さと強さです。アポロ宇宙船は最も安全性が高い乗り物と言われました。致命的な故障が起こる確率は数千万分の1と言われました。しかし現実にはそれでもアポロ13号のような事故が起きたわけです。人間の作るものに完全はありません。人間が事故の能力を過信すると必ず悲劇が起こります。ここに人間の能力の弱さがあります。しかし同時にアポロ13号の破滅的で絶望的な状況から乗組員たちを救い出したのも人間自身の力でした。危機の頂点にあって現場の葬式に当たっていたジーン・クランツはみんなに
こう呼びかけました。 Let's everybody keep cool. Let's solve the problem. みんなクールでいこう。そして問題解決に取り組もう。私たちの社会もこれから先大きな危機に見舞われることが何度かあると思います。その時ジーン・クランツのようにクールでいこう、そして問題解決に取り組もうとみんなで言い合えるような社会でありたいと思います。この番組はトヨタ自動車、富士フイルム、シチズン、三共株式会社、JA 共済がお送りしました。